ション。車そのものに興味を持ったのはおそらく2歳とか3歳とかね、その頃でしょう。で、その頃には街を走っている車の名前全部言えましたからね。97年当時のグランツーリスモの開発の終盤というのは、自分たちが世界的に見てもね、すごい仕事をしてるんじゃないかっていう手応えが、日に日に増していって、でとにかくパーフェクトなものを出したい、もうでこれが出せれば、死んでもいいと思ってね、作ってましたね。最初の東京ゲームショーで、最初のグランツーリスモを見た時に本当になんだこれと、こんなリアルな車が、を操作したレースゲームがこの世に本当にあるのかってすごい感動をしたのを今でも覚えてます。で、いわゆる技術的に環境マッピングって言って、そのボディとかガラスとかに周りの環境がちゃんと映し込まれてるっていう CG の表現を、リアルタイムのゲームの中でやってるのも多分初めてだったと思いますし、実際車が走ってその路面にタイヤが設置してるプログラムっていうのは相当力入れて開発したみたいなんで、そういうディテールですね、日本人が得意なクラフトマンシップ的なその職人的な、ディテールの追求みたいなところは、僕らが作ってるゲームにも生かしていきたいと思ってますね。I was responsible for the team for the very first Gran Turismo as a co-producer with Kazunori. His personality is like I call the ultimate optimist. He had the always, you know, we can do it kind of mentality. He pushed the team and the members at the very, very last minute.And he was very, very good at motivating and convincing them that the something he set out as a very high level target to make them believe that it's achievable. So that produced a really amazing graphics on PlayStation 1. グランツーリスモがこれまで20年間続けてこれたのは、本当にそれは支えてくださっているファンの皆さんがいたからですよね。でそれはすごく幸運なことだと思う。僕自身の人生を振り返ってみてもね、もう人生の半分以上グランツーリスモを作ってるんですね。先ほども申し上げた通り、グランツーリスモの制作そのものがすごく楽しいから僕らが飽きることなく続けられたということと、あと何よりこの20年間グランツーリスモを支えてくださったユーザーの皆さんがいたということですね。その2つが揃わないと20年も同じことを続けることはできないんですよね。ポリフォニーというのは今200人ぐらいのメンバーでグランツーリスモを作っていますけれども、その200人のメンバー一人一人がその人でなければできない仕事をやってるんですね。つまりこう入れ替えが不可能な人たちが200人このポリフォニーでは働いていて、で一つ一つの、車1台コース1つタイヤのホイール1つに至っても、それぞれのアーティスト、あるいはエンジニアの、思いが詰まってるんですよね。I think the size and scale, of development has totally changed. The philosophy behind, you know, making Gran Turismo game has not changed. You know, it's always, you know, consistent that the ultimate, pursuit of recreating this car, that you drive, digitally. But because of the capability of the hardware and system, the teams has, put a lot more efforts to actually really capture everything that the not just the cars but the trucks and the, how the light behaves in the change of weather. So amazing, how much work, how much data the team put into this one project.そうですね、グランツーリスモスポーツというのは、大変こう規模の大きなタイトルですね。
GT1 が登場した時のグランツーリスモというのもやっぱり当時のプレイステーション初代プレイステーションのビデオゲームの中ではかなり規模の大きなタイトルだったんですけれども、今回のグランツーリスモスポーツというのは PS4 あるいは PS4 プロのジェネレーションの、ビデオゲームの水準からしても非常に多機能だし、山内さん use of the word sport actually means everybody play some kind of sport. So he liked to make the racing very accessible to everyone, like people enjoy sport. ゲーム制作ってやっぱり人生を捧げるような仕事なんですね。で、僕らがこの20年間それを続けてこれたっていうのは、それを苦とも思わずに続けてこれたっていうのは、おそらくグランツーリスモを作るっていう作業自体が楽しいからなんですね。だから僕らは、僕も含めポリポリのスタッフというのはグランツーリスモを作ることで人生を楽しんでいるんだろうと思いますね。